い、ヤッポニプデシです。ピピグチです。さあ、今回はいよいよシールド戦のバトルパートですよ。というわけで、昨日作ったデッキを使って対戦をしていきます。運と実力両方が大事になってきますと。楽しみです。はい、お願いします。バトルスタート。オクレヨンメイクル。おお、何曲か。あのね、いや、よかった。隠れオンに弱点を突かれる感じじゃなさそう。山札1枚引きます。バトルバーマッキュに基本神アイネギをつけます。おお、で、バン終わります。なるほどね、はい、1枚引きます。メイクルに草ギリつけてバン終わります。どうぞ。ビアマッタを引きます。はい、おお、なるほどね。火火使います。出た。はい、で、自分の山札を2枚引くと。おお、とりあえず2枚引きますね。おお、ここまでは普通のね、引くカードね、はい、で、これでコインをこの前練習したコイン。これ表が出たら、これを手札に戻すね。次の番も使えるってことですよ。表、そこ乗るの。そうマッキョの技、サンダーブラスト。なるほど、はい、50ダメージで、はい、これを殺しですね。ですね、はい、ちょっといきます。ここはゴーゴートに進化します。で、観光客です。望むなら手札をトラッシュして、その後5枚引くということですね。僕は炎エネルギーとポケモンキャッチャーをトラッシュして4枚引きます。強っ。うい、強っ。ここはじゃあまずカヒリ使います。2枚引きますよ。いや、カヒリ強い、それ。いや、強いな、カヒリ。で、カヒリで2枚引いたので、またコイン投げます。持って、あー、はい、でもはみ出なかった。はい、カヒリ。あー、トラッシュ。サンダーブラスト強いよ、それ。50ダメージで、はい、気絶です。いや、強い。はい、最後1枚取ります。はい、いや、しょうがないね。5個出します。はい、1枚引きまして、はい、カヒリ、カヒリです。同じく山2枚引く。コイン投げる。お、練習の成果。バーボーエラー。はい、取らせずに戻すと。はい、ダブル無色エネルギーをスイクにつけて、ほい、リーフスナッカー40ダメージ。いやー、やられちゃうよ。どうぞ。はい、これジタバタも、ジタバタも強くなるんだよな、これで。バトル場のマッチに基本炎エネルギーをつけます。なるほど。そしてジタバタ40ダメージ。はいはい、はい、40ダメージ。デパン割りです。はい、いや、厳しい。とりあえず限り2枚引く。はい、コイン投げる。よし、待ってこい。うらー、はい、まあ、でもね、4枚引ければ十分だよね、正直ね、はい、からのビリジオン GX。 いや、強っビリジオン GX に草エネルギーつけます。はい、で、リーフスラッガー、次の自分の番、このポケモンのリーフスラッガーのダメージをプラス50、さっき使ったんで、今回90ダメージで気絶。はい、よし、マッキョ出します。ポケモン入れ替え。マジかこれぞポケモン入れ替えですよ。で、観光客なんでそんなにあるの運良すぎでしょ。ハギギシリをトラッシュして3枚引きます。はい、1、2、3で、センシングブレード130ダメージでマッキョを倒します。はいあれ、これ終わっちゃうんじゃない、これ。はい、サイド取ります。はい、はい、じゃあ1匹のバイアフラ引きます。ふぅ、はい、ツボツボベンチに出します。で、特製生脂肪、はい、で、基本草エネルギー。なるほどね。そうね、じゃあこの2枚、この2枚をトラッシュします。ほう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 、だね。で、マッキョにもう1枚基本雷エネルギーつけます。で、サンダーブラスト使って、はい、50ダメージ。あ、そうなんだ、なるほどね。はい、で、50ダメージ。はい、で、1枚トラッシュしました。はい、はい、いやー、ここで一気に決めちゃうか観光客なんであるの。未成績1枚トラッシュ、2枚引きます。はい、えい、ほーい、130ダメージ。センシングブレード倒します。負けた。はい、まだ、あと1枚、まだか、あと1枚1枚でツボツボ出します。で、山札引きます。いやー、ちょっとできることがないので、一旦終わります。終わり。
終わりです。はい、というわけで今回はポイタイシーがさらに草エネルギーつけて逃げていきましょう。ソーラービーム100ダメージでツボツボ倒して勝利です。マジか、なんでや、何がいけなかったんや。はい、というわけで今回はポニータ1の勝利です。イエーイ。あー負けたー。序盤からねゴーゴートに進化できたのがでかかったですね。今回のシールド戦ではですね結構進化ポケモンがね進化しにくかったりするので、そこを序盤からしっかり進化できたらかなりチャンスはでかくなると。その代わり進化ができないとマッキーのような種ポケモンの方が安定するっていうところで、どっちがいいかってところでね、その時の運次第、この運要素もあってこそシード戦なんで、ぜひ皆さんねこの後のゼクロム GX 争奪戦系にもね応募して参加してみてください。負けたピッピ樋口の罰ゲームはこの集中戦マッギョのモノマネをしてもらいます。できます。樋口さんのマッギョまで3、2、1。みんなマッギョ使ってね。ジトパタ。